次に辻元清美君。辻元君。民主党の辻元清美です。今の寺田委員と総理のやり取りをお聞きしておりまして、総理、普通これね、会社の社長だったらですね、自分とこの社員がですね、本当におかしなことを言ったり、そして会社が呼んだ講師とか、そして話を聞こう、普通はですね、社長だったら自分とこの社員に責任持つんですよ。だから私はやはり自民党の議員が、報道もう一回申し上げますよ、見過ごせないですよ、これでしょ。いや、これね、今一部の跳ね借りとおっしゃいましたけどね、私はこの文化芸術懇話会という議員の集まりは安倍総理大臣の応援団の集まりだと私は思っております。そしてここに呼ばれた百田さんという、後で、質問したいと思いますが、安倍総理と百田、さん呼ばれた講師のここに本があります。で、この中でお互いに意気投合して、総理が非常に同じような意見だということで評価をし、そして、総理が NHK の経営委員に安倍政権として選んだ人じゃないですか。ですから単なるですね、自民党に、いや、いろんな話を聞くし、いろんな人、意見が違う人も来ますという話じゃないんじゃないですか。総理がもしもそのように思っていらっしゃるとすれば、安倍政権そのものの体質が本当に劣化してる。総理、これ普通のですね、会に百田さん来てもらって、総理ととても仲のいい、書いてありますよ、来てもらってお話を聞いて、そしてその中で経済界に言ってメディアに圧力をかけろとか、そして私はここ見過ごせませんよ、この百田さんが沖縄の米兵がレイプ事件を起こしたことがある、過去何例もあるけれども、沖縄のに住む米兵が起こしたことよりも、沖縄県全体で沖縄県自身が起こしたレイプ犯罪の方がはるかに率が高いです。こういうような信じられない発言をしたのかって、委員長はこの発言があったということを確認したというさっきのお話なんですよ。これ総理が本をお出しになって、 NHK のメディア、それもですね、国から予算が出ている NHK のメディアの経営委員にお選びになった、その人が発言してる、これですね、普通のことではないという危機感、総理ないんですか、いかがですか。安倍内閣総理大臣。先ほど申し上げた通りでございます。また、講師がですね、どのような話をされたか、これは議事録が残っているわけでも、ないわけで、ございまして、私自身はこれ確認のしようがないわけでございますし、そもそもこの、お話になった内容は外に出すということは前提にしていない中において話をされたと、このように先ほど、加藤区長官も紹介をしておられたわけでございます。その上においてですね、まさに沖縄の問題については、この戦後70年、沖縄の歩んできた苦難の歴史に思いを馳せながら、しっかりと沖縄の振興を図っていかなければいけませんし、米軍基地が沖縄に集中をしているという状況を変えるために我々は全力を投注してきたところでございまして、我々の考え方がですね、先ほど紹介をされたような考え方とは大きく違うということはご理解いただけるのではないかと、まさにこの普天間基地についてもですね、一日も早いこれは移転を進めなければならないと、こう思っているわけでございますし、負担軽減につきましては15機の空中給油機は岩国に移設されたわけでありまして、これも17年間のこれは懸案がですね、安倍政権において解決をしたわけでありますし、西普天間の住宅
地区につきましても、これも長い間の懸案でございましたが、安倍政権のこの2年半においてですね、返還がなされたわけでございます。そしてこの普天間基地の辺野古への移転につきましてはですね、まさに機能の方を3分の1にしていくわけでございますし、まあ、面積も3分の1になっていく、そしてまさに防音が必要なお宅の数もですね、今は1万戸あるのでございますが、辺野古に移った段階ではこれはゼロになる、まあ、こういうことをですね、一つ一つ私たちは実行しているわけでございまして、今辻元さんがおっしゃっているように、沖縄をですね、沖縄をまさに米軍基地のままでいいような発想をしているということは、全く米軍基地が集中をしているという状況を肯定するような考えは全くないということは申し上げておきたいと、このように思います。委員長、辻元清美君。今総理は2つのことをおっしゃいました。内容は確認できないと。ところが委員長がですね、先ほど午前中に寺田委員が言った内容確認しましたと言ってるわけですよ。わかりますか総理。そして公開で行われた会じゃないとおっしゃった。秘密の会だったらこういう発言していいと総理はお考えですか。自民党では公開じゃないような会議でこのようにメディアに圧力をかけろとか、沖縄の人たちの基地問題を他でもこういうことを言ってるのかしらと私思いますよ総理。違いますか総理。委員長がこの内容は確認しましたという話なんですよ。ですから私は確認してないとか、それから公開の会議じゃないんだからいいんだというような問題だとあなたは思ってるのか。私ね、総理言い訳されない方がいいですよ。ルルそういう姿勢がですね、安倍政権の体質だと国民が思いますよ。いかがですか。こんな会議をして本当に自民党として恥ずかしいとか申し訳ないと思うとか、なんかそういうね、総理自身の言葉ないんですか。いかがですか。安倍内閣総理大臣。先ほど私が話した言葉だけでもですね、辻元さんの紹介になると、秘密の会であれば何言ってもいいんだと私が言ったかのごとくになりますね。実は違いますよ全然。私そんなこと言ってないじゃないですか。私が言ったのはですね、まさに、高知が、公開、自分が喋った内容が公開されないことを、まあ、前提に喋っていると、まあ、いうことであります。まあ、ですから当然、まあ、議事録も残って、いないわけで、ありますし、内容についてですね、何を喋ってもいいなんていうことは私一言も言ってないじゃないですか。私が言ってないことをですね、言ったかのごとく紹介して、私を批判されて答弁を求めてもですね、これはなかなか答弁のしようがないじゃありませんか。私は秘密の会だからといって、何言ってもいいということは一言も言っておりません。そして、まあ、その上で申し上げればですね、委員長は先ほど、確認をされたとおっしゃっていた。ですから私は、それは そういうことなんだろうとこう思っております。ですから委員長が言われたことを、まあ、踏まえて私は発言をしているわけでありますが、先ほど来の質問におきまして、まさに私自身は何らか調べようがないという状況で、あるわけでございます。まあ、そのことについてお話をしたので、ありまして、いずれにいたしましてもですね、いずれにいたしましても、党としての立場あるいは、安倍政権としての立場は先ほど申し上げた通りでありまして、先ほど我々の立場は申し上げておりますから、まさに、まあ、報道の自由というのは民主主義の、まあ、根幹であると、当然尊重されなければならないというのが安倍政権の立場であり、そして自民党の立場でもあるわけであります。このことはですね、まさに、しっかりと、確立をされていることであり、まあ、今後も不変の、姿勢であるということは申し上げておきたい。まさにその上において、まあ、今後ですね、自民党は誤解されることがないように、しっかりと襟を正しながら、報道の自由は守りながら、しかし、主張すべきことはしっかりと主張していく、反論はには耳を傾けながら議論を重ねていく上においてですね、我々は政策を推進していきたいとこう考えているわけであります。委員長、辻元清美君。先ほどですね、委員長は内容を確認しましたという内容についてそれでお聞きしたいと思います。この百田さん、安倍総理は、ここで本出していらっしゃいますね。
そしてですね、この本がなぜ出されることになったかといういきさつは、ここに書いてありますけれども、ウィルという雑誌で百田さんが総理のことを評価された、そして総理が携帯電話に電話をかけられた百田さんにですね、そこから、いろんな、ことを一緒にやり始めたというようにこの本に書いてございます。総理はこの百田さんとは非常に、まあ本もお出しになって、そしてこの後書きにはですね、百田さんとはウィルに掲載するため2回にわたり長い対談をしたが、これは総理からの申し出ですよ、百田さんにね。そして近年これほど楽しく対談したことは少ない、育った環境もまるで違うが同世代ということでもあろう、百田さんとは話が合うのである。でね、ものすごく意気投合してるんですよ、この対談の本。百田さんとは、まあ、話が合うんですね、親しいんですね、いかがですか。安倍内閣総理大臣、まあそのこととですね、この、平和安全法制がどういう関わりがあるかは、なかなかこれは理解が難しいのでございますが、私と百田さんとの関係においてはですね、いわば対談でお話もさせていただきましたし、会食したこともございます、祈祷をすることもございますが、ただですね、お互いにすべての主張が一緒ということではないわけでありまして、主張が違うけども意見が合うということは、辻本さんはないのかもしれませんが、我々はですね、主張が合うけども意気投合するということはあるわけで、ありまして、岩屋さんとは、政策的に違いはありますが、お互いに信頼し合ってですね、意気投合することもあるわけでありまして、岩屋さんが例えば言ったことが全部私がそれはその通りだと思っているわけではないし、また私が言ったことを岩屋さんが残念ながら全部その通りだとは思っていない、ということで、あります。辻元清美君、今笑いが出ましたけれども、笑うような話ではないですよ、これは。じゃあ総理にお聞きします。なぜかと言いますと、後で沖縄の話しますが、本法案と沖縄密接に関係があります。というのは、沖縄には米軍基地があります。いわゆる集団的自衛権、これ一部で限定であろうが、これをですね、沖縄の人たちはどう見てるか、基地の固定化につながるんじゃないか、日本を守るだけじゃない、そして重要影響事態ということで、世界中に出ていく沖縄の基地から米軍も行くということ、それからひとたび後で議論したいと思いますけれども、相手から敵とみなされたら、よく言うじゃないですか、ミサイル飛んでくるかもしれない、米軍基地が狙われるんですよ。米軍基地はどこにありますか。沖縄でしょう。標的にされるんじゃないかと沖縄の人は思ってるわけですよ。そしてその沖縄の意見をさまざまな角度から報道しているのが、この沖縄タイムズや琉球新報じゃないですか。これ一年トップですよ、今日の話は。ですからね、この平和安全法制とどう関係あるのかしら、総理大臣の発言に私は愕然といたしました。今ですね、この総理と一緒に本を出している百田さんは、この沖縄タイムズや琉球新報、沖縄の2紙ですよ、この2紙に対してですね、沖縄の2つの新聞は潰さないといけない、沖縄のどっかの島でもね、中国に取られれば目を覚ますはずだがと発言しているわけです。これは浜田委員長が内容を確認したとさっきおっしゃった内容です。総理、こういう発言をする人を安倍政権は NHK の報道のですよ、経営委員につけてきたわけですよ。不適切だったと思いませんか。安倍内閣総理大臣、私自身はですね、発言についてつまびらかに承知をしておりません。そして百田さんにつきましてはですね、手順を踏んで、そして国会の議決があり、そして経営に就任をされたというふうに私は承知をしております。いずれにせよですね、今紹介されたような意見を我々は全くこれ賛同しているわけではないわけでございまして、
沖縄につきましてはですね、まさに我々は沖縄の負担を軽減するために努力を重ねてきているわけでございます。まさに19年間全く動かなかったんですから、普天間の固定化をこれは断じてあってはならないという考え方のもとに今作業を、苦しいですけれども作業をですね進めているところでありますし、先ほど申し上げましたようにですね、一つ一つ課題を解決していくしかないんですよ。ですからそれがまさに我々政治家に求められていることなんだろうと、このように思います。皆さんもですね政権を取っておられたんですから、その時にどれぐらい前進したかということをですね、それぞれが胸に手を当てて考えながら前に進めていくことが大切ではないかと、このように思います。委員長、辻元清美君。今総理はですね、内容をつまびらかに確認してないとおっしゃいましたね。おっしゃいましたね。で、委員長お聞きしますが、委員長は内容を確認されたということでよろしいですね。内容は今お話ありましたように、寺田委員からの指摘のあった部分、これを確認をさせていただきました。辻元清美君。ということは今私が申し上げた部分は寺田委員から午前中に指摘があったから確認したということでよろしいですね。無理的にしますそうです、はい、確認してるわけですよ。でね、総理自分が確認してないって委員長の言った通りですってさっきおっしゃったじゃないですか。憲法学者に対して人選ミスだったとおっしゃった。この百田さん、沖縄の西を潰した方がいいというようなことを発言してる人を NHK の経営委員に安倍政権はつけてきた。こっちが人選ミスじゃないですか。違いますか。安倍内閣総理大臣、私は憲法学者について人選ミスだと発言したことは一回もございません。ですから、まず私のですね、発言を正確に引用していただきたいと思います。私が発言していないことをですね、発言したとして、その前提に質問されてもですね、まさにこれは質問に答えようがないわけでありまして、まさに議論というのはですね、正確な事実の上にお話をしましょうよ。ですから私もですね、確かに委員長のが確認をされたという事実は重たいわけでありますが、しかし、本来であればそういう論評を、しかも経営員であったかどうかということについて私がですね、今ここで論評する上においては、実際にですね、このどういう意図かということも含めてですね、これは本来確認しなければならないことなんだろうと、こう思うわけでありまして、いずれいたしましても、これは国会の議決をいただいてですね、選任をされたというふうに承知をしております。委員長、辻元清美君。今ですね、議論を正確にするためにきちんと物事は確認してとおっしゃった。一方総理はですね、午前中寺田委員で、これ本当にマスコミに対してもですし、沖縄に対しても、本当に沖縄の皆さんに対しての屈辱的な思いをお持ちになる話なんですよ。それが自民党の会合で出た。総理はですね、正確に確認してからものを言えと言いながら、ご自身は、私はつまびらかに、あれだけ午前中問題になったのに、内容を確認してませんからって。あなた自分の態度、矛盾してると思いませんか？あなたじゃあさ、総理、失礼ですよ。人にだけ言って、総理、そうしますと、総理、正確に議論するために、この内容が事実であるか、やはり総理に確認をしっかりしてもらわないと、正確に、要するに総理、今おっしゃいましたね、事実を確認して議論してくださいとおっしゃるのであれば、総理ももう一度確認していただけますか。安倍内閣総理大臣。まずですね、まず、辻元委員はですね、この短い議論の間にですね、2つも私が言っていない発言をですね、言ったと言って、発言をされた。しかも結構重要な発言であります。で、そういうことはお互いにやめましょうと。だからそういうことがありますねと、実際そうなんですから、私が言ってもいないことを辻元さんは私がこう言ったと、秘密の会であれば何言ってもいいんだと私が言った。こういうことはですね、伝聞の恐ろしいところで、まさに辻元さんがそれを、テレビで話せば、私がそう言ったということになってしまう。人選ミスだと私が言ってもいないわけでありますから。ですから、それは、やはりそれを前提としてですね、議論するのはどうかということを申し上げているわけでありまして、これがどこが失礼なのかということは、あえて問いたいとこういうふうに思うわけで、ございます。
その上においてですね、その上において、いわばこの経営においては、先ほど申し上げましたように、手順を踏んで国会で議決をされて、経営委員に選出をされたものと、私は承知をしているわけでございます。辻元清美君。それではですね、一つ一つ先ほどの部分以外のところも総理のご意見を受けたまりたいと思います。この普天間の問題を百田さんおっしゃってますですね。でこの普天間基地というのは田んぼの真ん中にあったと、何にもないと。で民家もありましたけど田んぼの中にあった、そこに基地の周りに行けば商売になるということで、みんなどんどん何十年もかかって基地の周りに住み出してという発言をしています。でそこを選んで住んだのは誰やねんと。そして基地の地主さんが六本木ヒルズとかに住んでいる大金持ちなんですよとおっしゃってるんですよ。これは間違った認識ですね。いかがですか。安倍内閣総理大臣。今民間人のですね発言について私がそれを間違っているかどうかという立場にはありませんが、政府の考え方はですね、先ほど申し上げましたように、普天間基地の固定化はあってはならないと申し上げているじゃないですか。その危険性を除去しなければならないというのがまさに安倍政権の立場であって、民主党政権の時には1ミリたりとも動かなかったでしょ。それをまさに私たちは動かそうとしているわけでありますし、15機の空中給油機だってそのままだったじゃないですか。民主党政権自体は安倍政権においてはこの15機の空中給油機をですね、全機岩国基地に、山口県の岩国基地に移住させました。こういう実績を一つ一つ私たちは示しているんですよ。いわば民間人の発電を云々するよりもですね、どのように私たちは政治家として実際に具体的に負担を軽減させていくか、この実行力が私は問われているのではないかと思います。私たちがやってきたことを見ていただければですね、我々は普天間基地をそのままにしていいと考えては全くいないということは明らかではないかと思います。辻元清美君。先日ですね、総理は沖縄の慰霊の日6月23日に行かれて、ご発言もされました。沖縄は本当に戦争の苦しい歴史がありますよね。沖縄では先の大戦でどれぐらいの方が亡くなったと認識されていますか。安倍内閣総理大臣。70年前、沖縄の地においてですね、20万を超える、貴重な人命が失われたわけでございます。辻元清美君。4人に1人とも言われているわけです。ですから今回今私が申し上げているこの問題というのは単に一民間人という話ではなく、 NHK の経営もされてて、安倍総理と一緒に本も出されてて、そしてさらに安倍政権が NHK というメディアの経営員、影響力がある人に選んでた人だからこそですね、そして沖縄に関わることをこのような発言をされてるから私は申し上げてるわけです。そしてこの沖縄の慰霊の日、先ほどですね、残念ながら、自民党の議員が不本意な発言もあったとおっしゃいましたけれども、必ずしも大歓迎で総理が迎えられたわけではないということは、これ皆認識しているわけです。今総理は努力をしているとおっしゃったけれども、どうしてそれでは沖縄では知事とも対立をし、そしてこの間の慰霊の日もですね、私も悲しかったです、見てて。いろんな声が飛びました。どうしてだと思いますか。沖縄の皆さんのお気持ち、どうしてだと思いますか。総理はどのようにご理解されてますか。安倍内閣総理大臣。尾長知事もですね、自民党の県連の幹事長として、そしてまた市長時代もですね、普天間基地のいわば移設先、この危険の除去のためには辺野古しかないということで、我々と共に汗を流していたのは事実なんですよ。でなぜここまでなってしまったか、これは繰り返し申し上げたくはありませんが、民主党政権下において鳩山総理が
鳩山総理がですね、最低でも県外っておっしゃったじゃありませんか。つまり政府がこれは人のせいではということではなくて事実であり極めて重大な事実だからこそ申し上げておきたいと思います。その前においその前にはですね、その前には我々はまさに辺野古という解決案について説得をしながら名護でもですね、市長選挙に勝ち、あるいは県知事選挙も勝っていたわけでございますが、いわば政府自体がですね、政府自体がそういう発言をしてしまえば、当時野党であった自民党の沖縄県連もですね、自分たち自体がこれは責任を持つ政府がそういう無責任な態度を取ってしまっては県連としてもですね、これはどう考えるべきか、これ政府自体が県外ということをおそらく責任を持って言っているんであろうということで、いわば県外ということに傾いていかざるを得なかったわけでございます。それがですね、それが1年にも満たない間において、まあ、やっぱり辺野古ということに、まあ、なったわけであります。しかし、その中においてですね、県民としてはこれはもう辺野古が唯一の解決策なんだろう、残念だけれどもそれはしょうがないと、まずは普天間の危険の除去だなという考え方のもとに、その方向で進んできた。しかしなかなかそれは、動きとしては前に進んでいなかったのは事実でありますが、まあ、そこで我々は、もう一度もちろんずっと、検証して、検証した結果ですね、これは、普天間に移設という道しかないという中において今進めているわけでございます。この道を取らなければですね、残念ながら普天間に固定化されるというのも事実でありますし、この普天間から辺野古に移設することによってですね、3つある機能のうち移るのは1つオスプレイの駐留という、まあ、機能だけになるわけでありますし、同時にですね、なるべく訓練も本土に移そうという努力を、し、そしてそれは成果を上げつつあるわけですよ。で、元をたどればどこなんだとおっしゃったから、それはもう繰り返し申し上げたくありませんが、当時の鳩山総理が最低でも県外とおっしゃったじゃないですか。最低でも県外とおっしゃったらですね、これしかも総理大臣がおっしゃった言葉というのはやっぱり重たい。みんなが、ま、我慢をしながら前に進もうと思ってきた気持ちがですね、これはやっぱり折れたんだろうとこのように思います。で、そこで政府と沖縄とのですね、この信頼関係を取り戻すというのは、まあ、そう簡単なことではないわけでありますが、そこで我々はですね、一つ一つ丁寧にご説明をしながら、実際に今沖縄全体では負担が軽減され始めているわけでありまして、この2年半でですね、全く十数年の懸案というのが動いているのは事実じゃないですか。そして地域協定、事実上地域協定の改定ではありませんが、環境に関わる協定、これ新たに結んでいくことになるわけでありまして、これは全く新しい、この地域協定ができて初めての出来事であります。まあ、そうしたことを今一つ一つ私たちは積み上げているんだということも、ご理解をいただきながらですね、沖縄の皆様の、お気持ちに沿いながら、さらに我々が進めているこの普天間への施設に対する移設に対するご理解を高めていきたいと、努力を重ねていきたいと思っております。辻元清美君。私はね、民主党政権の時の反省しなきゃいけないことはいっぱいあると思います。しかし民主党政権の時、異例の 日にですね、総理大臣が言ってある意味罵声のような声が飛ぶとか、それから今自民党政権に対して、安倍政権に対して沖縄では支持率 22% ですよ。それはいや民主党政権が悪いから私は罵声を飛ばせられたみたいなですね、そういうですね、ことに私には聞こえました。それで総理ね、先ほど申し上げましたけれどもね、戦争に巻き込まれるかどうか、これはですね、沖縄の皆さんは基地があると思ったら日本守ってくれると思ったと、米軍基地が来て、ところが基地があるためにむしろ攻撃の標的になって安全ではなくなる、これは安全保障の裏表なんです。で、総理はですね、この間の参考人の招致の時に、まあ、法制局、元の法制局長官がお越しになって、この法案について憲法違反であるという話をされたこと、議事録等もお読みになっていると思います。
これ元の法制局長官がですね、この国会に来られて、そしてそういう発言をされるというのはある意味私は決死の覚悟で来られたと思いますよ。非常に重い言葉だと思うんです。その中のお一人がですね、こうおっしゃってます。集団的自衛権の行使は自分の国が攻められてなくても武力行使するということだから、敵となる相手国に我が国を攻撃する大義名分を与えるということ、国民を守ろうというより進んで国民を危険にさらすという結果をもたらすこともあるとおっしゃってるんですね。私はこれは非常に重く受け止めなきゃいけない言葉だと思います。そして沖縄の皆さんも基地があるということでさまざまな被害受けていらっしゃるだけではなくって、裏腹にですね、こういうむしろ自分たちがまず最初に戦争に、今まで戦争があった、そしてこれからも巻き込まれていく可能性がある、この法制局元長官の言葉、そして沖縄の皆さんのご懸念、私はそれは非常に正当な、そして総理大臣として重く受け止めなければならない、この法案を審議するにあたってそういう視点だと思いますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。まず先ほどの辻元さんの発言ですが、民主党政権が悪かったから罵声を浴びせられたと私が言ったかのごとくのですね、発言は取り消していただきたいと思います。この短い間にですね、もう3つもですよ、私が言っていないことをですね、言ったという、こういう姿勢はぜひ改めていただきたいと、このように思います。そして、法制局長官の発言でございますが、今おっしゃった発言はですね、これは憲法解釈との関係ではなくてですね、法制局長官、元長官の発言ではありますが、憲法解釈との関係ではなくて、いわば推測を述べておられるに過ぎないわけですね。いわば政策的な選択肢の中における推測なんだろうと、いわば集団的自衛権を行使すれば攻撃をされるかもしれないというのは、これは推測だろうと、このように思うわけでありますが、そもそもですね、そもそもこれは憲法解釈との関係の議論ではないわけでありますから、それはそうなんだろうと思いますよ。そしてそれに対する答えでありますが、私たちがいわば一部容認をしている、集団的自衛権の行使というのは、我が国の存立が脅かされ、国民の命、生命、そして自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険なんですよ。その時、それは例えばですね、例えば、近隣諸国がですね、日本に対してミサイルを発射するかもしれないという、状況の中で、警戒に当たっている米国の艦船に対する攻撃を、これを阻止できるのに阻止しなくていいのかという状況、あるいはまた、近隣諸国で紛争があってそれから逃れようとする邦人を乗せている米国の艦船が攻撃を受けたときに、この邦人を守ることができなくてもいいのかということについて、私たちはですね、国会から、国民から選ばれている国会議員として、国会として、またあるいは、国会議員によって、形成されている、政府としてですね、責任を、これを持たなければならないわけであります。それこそがまさに必要な、いわば自衛の措置とは何かということでありまして、そこから我々はですね、そこから逃れることはできないんですよ。むしろ逃れることは責任の放棄につながっていくわけでありますから、そこについては時々のですね、時々の、安全保障環境をよく見ながら、しっかりと我々は責任を持ちながら判断をしていくことが求められていると、このように思います。辻元清美君。今ですね、米艦船の話が出ましたので、中谷大臣にお伺いしたいと思います。我が国はまだ攻撃されていない、そして米艦船を守るためにですね、自衛隊が出た、この事例はよく出されますよね。で、米艦船を守っているときに敵方、相手方が潜水艦など、一番危ないのは魚雷だと思います。
攻撃されるのは。これは、前回後ろにいる小野寺さんが防衛大臣の時にだいぶ議論いたしましたが、米艦船を守りに行った自衛隊の艦船が相手国が魚雷を撃とうとしている潜水艦を見つけたら、これは撃沈するということでいいですね。そういうことですよ。中谷防衛大臣。はい、自衛権の話でありますが、我が国が自衛権を発揮できる場合におきましては、我が国に対する直接武力攻撃が発生、また着手してないとできません。で、米艦の護衛等につきましては、そういった現在、権限については、自衛隊はないということでございます。辻元清美君。何言ってんですか。存立危機事態で我が国はまだ攻撃されていないけれども、存立危機事態と認定された後に米艦防護に行った自衛隊の艦船が相手の潜水艦が魚雷を撃とうとするのを見つけたら撃沈しますねって言ってるわけですよ。中谷防衛大臣。できる。はい、まさにその部分が隙間のところでありまして、現在の体制ではできません。ところが存立危機事態というのはまさに、そのまま放置をすれば、そうそう、我が国が武力攻撃を受けたような状況になりうるということでございまして、まさに国の存立とか、また国民の権利が根底から覆されるという判断をした場合に、まず我が国の密接な国、これが攻撃を受けた場合に適用されるということでございます。辻元清美君。もう一回お聞きしますよ。だから存立危機事態が認定された場合ですよ、自衛隊は武力攻撃ができることになりますね。で、米艦防護という事例がよく出ますね。米艦防護中にですね、相手が船を撃沈しようとしたら、これはこちらも攻撃をかける。そして P3C が紹介をしている、 P3C は潜水艦も見つけることが言われてて、今フィリピン送ってますけれども、またこれは質問しますが、警戒している。そして潜水艦が来て、米艦船や米艦船を攻撃しようとしているのを見つけたら、これは攻撃をかけることができるようになるということですねと。存立危機事態、この法律が できたらできるようになるということですねと聞いているわけです。中谷防衛大臣。はい、存立事態におきましては、新三要件というものが必要でございまして、はい、我が国 の、 存立に関わるような事態、そのまま放置すればということで、三要件がありましたら、武力の行使ができるということでございます。辻元清美君。ですから、もう一度具体的にお聞きしますが、米艦船を防護に行くというのは、米艦船の周りを自衛隊の船がぐるぐる回っていることでも何でもないんですよ。敵を見たら、攻撃をすることができるようになる。潜水艦を撃沈したり、そして、飛行機、自衛隊の航空機で相手の船を攻撃したりできるようになるなということを確認しているわけです。はい、どうぞ。中谷防衛大臣。無条件にできるとは言っておりません。三要件を満たす場合でありまして、総理も例示されましたけれども、そのままの状態にありますと、我が国にたくさんのミサイルが落ちてきて大変な被害が出ると、いうようなことで、存立危機事態と認定された場合においては、武力行使をするということでございます。辻元清美君。結局限定と言っていても、現場に行ったらどうなるかということなんですよ。これ現実世界ですよ。限定だからね、こっちの攻撃はちょっとに一言ならないのが戦争なんですよ。ですから、実態的に米艦防護と言われてるけど、米艦防護の中身は何かといえば、新三要件を満たして日本は攻撃されてないけれども武力攻撃ができるということは、相手方の潜水艦を撃沈したり、それから公海上で相手方の船に空爆かけたり、そういうことができるようになるということなんですよ。実態は防衛大臣ですから。だってそれしなかったらですね、ただやられるだけでぐるぐる回ってるだけですか、自衛隊の船の周りを。違うでしょ。フル装備で行くわけですよ。どんな場合にも備えられるように、攻撃される前に敵を見たら、米艦攻撃してくる敵を見たら、こちらから攻撃する。
そのフル装備で出ていくわけでしょ。限定であろうが何であろうが審査要件を満たして、そして防衛出動をかけたら存立危機事態で。大臣どうですか、もう一度はっきり答弁してください。中谷防衛大臣。はい、審査要件というのはまさに我が国の存立にかかる事態でございます。で、現実にミサイル防衛といいますと我が国単独で、できるわけではなくて、米側の艦艇からいろんな情報をもらい、また共に警戒をし、そして実際にミサイルが飛んできた場合には共同で対処するわけでありまして、まあ、その米艦艇が攻撃を受けた場合にですね、そのままになりますと我が国にたくさんのミサイルが飛んできて大変な被害が出ると、まあ、こう判断した場合、すなわち三要件に合致した場合におきましては、我が国としては米国を防衛するためにこの自衛権というものを発動するということでございます。辻元清美君。今ですね、米国を防衛するためにと、我が国の武力攻撃をすると、武力行使をする。今ね、おっしゃった通りのことをアーミテージさんがおっしゃってるわけですよ。4月28日にアメリカのアーミテージさんが、安倍総理が、まあ、アメリカでですね、まあ、演説されたりしたのを歓迎されてこうおっしゃってます。日本周辺でアメリカ人を守るため自衛隊員も命を懸けるという、先制なのだというように NHK のインタビューで、安倍総理は議会でそういう先制をしたというようにアーミテージさんを受け取られてるようなんですね。で、これ安倍総理もですね、別の本でですね、軍事同盟というのは血の同盟ですと、アメリカの兵士だけが、死ぬんじゃなくって日本の自衛隊も命かけるんだっていうことをおっしゃってますね。ここに書いてあるよ、血の同盟って、ご覧になります。だから結局ですね、限定的にと言っても実際の現場に行ったら戦争なんですよ。限定だからちょっとだけの戦争でね、日本の戦争はうちは限定ですからね、攻撃しないでねとか、うちは限定やから米艦船が来ても撃つのはちょっとにしとくわってならないんですよ。実際の戦争に行くっていうことなんですよ。違いますか、大臣。大臣に先。中谷防衛大臣。一言だけ申し上げますが、先ほど米国を防衛するということではなくてですね、我が国を守っている米艦艇、これを防衛するということでありまして、まあ、この限定的な集団的自衛権というのはあくまでも我が国を守るという意味でございまして、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権までは憲法上認めてないということでありまして、我が国の存立を全うして国民を守るための自衛の措置として供与されるということでございます。安倍内閣総理大臣。先ほど私の本を引用されました。確かに同盟というのは血の同盟という、血の同盟というのはまさにこれは軍事同盟でありますから、日本の安全のために若い兵士が命を懸けるのは事実であります。それは事実であります。しかし我々は米国のために、彼らを守るために命を懸けるということはないということはその本にも述べている通りでございまして、その中に今回の、限定容認についてはですね、まずは、これは三要件、まさに我が国、これ米国ではありませんから、我が国の存立が脅かされですね、日本国民の生命とそして、自由幸福追求の権利は根底から覆されるということについて、まさに、必要最小限度、またさらに他に、適当な手段がないというときに、こんなものでございまして、そしてそれはですね、我々は限定的な武力の行使だから外国から攻撃を受けないなんていうことは辻元さん一言も言ったことないですよ。それは違いますよ。武力の行使をするんですから、その時には当然核を持って武力の行使をする。なぜ核を持つかといえばですね、これは国の存立が危うくなるからですよ。国民の命が危うくなるからですよ。私たちが享受しているこの自由や幸福追求の権利が根底から覆されるからこそ、ここは覚悟して武力の行使をするわけであります。当然相手もですね、武力の行使をされたらこちら側に対して反撃をするということもありますが、まさにその点においてはそういう状況になっているということでありますし、また先ほど中谷大臣が答弁をさせていただきましたようにですね、いきなりその潜水艦を沈めるような行為は、いきなり行為をするということはありえないんですよ。
つまり三要件という状況の中にならなければならない。つまりそれは、まあ、いろんな状況等についてですね、一つは例えばもう先ほども少し例として挙げましたけれども、ある国がですね、日本を火の海にすると言っている、そしてまさに日本にミサイルを撃ち込もうという準備が整ってきている、動員もかけましたよと、そしてその中で、艦艇を、まあ、集積して非正規の準備も始めているという、まあ、この切迫状況に近い、状況が来るわけで、ございます。そういう中においてですね、そういう中においていわば、どう判断をしていくかということになるわけでありますが、そういう中において米艦艇をですね、攻撃をするかもしれない、あるいは攻撃をしたこの潜水艦、についてはですね、3要件に当てはまればそういう、あの要件が揃えばですね、我々は集団的自衛権の行使をするということになるわけでありまして、これはそういう状況であるということをやはり理解をしていただきたい。全く我が国の安全に関係ないのにですね、その米国がどこかと戦争をしていて、そういう関わる国の感染を私たちが縮めるということは全くないということは申し上げておきたいと思います。辻元清美君。私は新三要件と存立危機事態が認定された場合に潜水艦と撃沈することがあるのかと問うたわけで、ちゃんとその前提を置いております。結局ですね、限定と日本で言ってても実際の現場に行ったらですね、戦争に参画するということなんですよ。で、あ、そりゃそうですよと今おっしゃったでしょ。で、総理は巻き込まれることは絶対ないと。でね、戦後ね、安全保障のね、安保条約がですね、締結されたけれども、戦争に巻き込まれてこなかったと、さっき岡田さんとも議論もありました。しかしこれはね、集団的自衛権の行使を認めてこなかったからだと思いますよ。朝鮮戦争の時に、米韓防護だと言って言ってて、戦争に巻き込まれなかった保証はありますか。実際にそういうことなんですよ。日本は戦争と、そして我が国を攻撃された時以外、ここにドアがあったんです。で、鍵がかかってた。そしてこのドアの鍵は国民しか鍵を解除できないという国だったんです、憲法で。このドアの向こう、我が国を攻撃されていないのに、いくら我が国が、これね、総理とかつての法制局長官との議論今度やりますけれども、でもありますよ、我が国が攻撃されそうだからと言ってそれでもダメですよというのは日本の国だったんです。戦争という世界に行くドアには鍵がかかってて、その鍵を外せるのは国民だけなんですよ。そのドアを今勝手に解釈だって総理大臣が蹴破っていこうとしてるから憲法違反だって言われてるんじゃないですか。その向こうはそれこそ潜水艦が撃沈されたり戦争の世界なんですよ。この続きはまたやります。終わります。